んたに礼を言うことになるとはね。よく船を沈めた。それが礼か。得意になるな。ようやく船を沖に出せる。どうしても対馬に帰りたいってんなら止めはしない。あと数日で息の民は毒の餌食となるか猛虎に下る。もし息が落ちれば次は対馬だ。よくわかった槍川の陣。それじゃ共に大鷹狩りに励むとしよう。四国前精鋭を引き連れて大鷹は境砦を立った。うん、企みがあるようだ。行き先は不明だ。跡形を残さない。だが砦から消えたのだな。精鋭を連れたのならば守りが手薄の今のうちに奪い返せる。万兵が少なくてもたやすくは抜けない。あそこには捕虜がいるからね。ひどい拷問を受けて大鷹に下るまで嫌おうなしに毒を飲まされてるんだ。ああ、しかとこの目で見た。捕虜の中に私らの仲間もいる。あいつらを救えば砦を奪えるはずだ。それでようやく戦に臨むだけの兵が揃う。隠れ家の守りを固めておこう。砦を抜けば穏便には済まんぞ。受けて立つだけさ。その地図がいるんだ。クロードの首をお差し出せば褒美をもらえるとさ。龍蔵。困っておるようだな。何があった？猛虎に家を焼かれた。家を建てるか野宿するしかない。頼りになる身内はおらんのか？身内は一人もいない。トトもカカも15年前に死んだ。以来一人で生きてきたからまた一人でどうにかするんだ。ああ、不憫だと思わないで。辛いのは皆同じだ。今は材木がなくて辛い。少し分けてやろう。いいのか？それなら家を建てることにするよ。また猛虎に燃やされなきゃいいけど。
その時は力になろう。お主の家、楽しみだ。ああ、ここには建てない。木を集めてただけだ。でも、ありがとう。あ、後で持ち帰る。はあ、さあ、どうなるかな。加減はせんぞ。まずは猛虎を始末せねば。不可の仲間か。猛虎に捕まるまではそうだった。お前はもしや侍か。案ずるな。仲間を救い砦を奪うよう不可から頼まれた。大鷹は去ったが、クンビシュという男を残した。あいつは捕虜を拷問してる。打ちのめして大鷹の毒を飲ませるつもりだ。ここで始末するほかないな。お主は不可のところへ手を貸す。戦いたい。武具を探しておけ。お前は死ぬのが衆生のためだ。父すら守れぬ男が父の砦を守れるわけがない。聞いてはならん。
砦から猛虎を打ち払う。檻をこじ開けろ。檻を救え。レグを探しておけ。やるぞ。共に戦え。頼む、逃がしてくれ。門を抜けろ。遺跡を追い払え。息を守れ。開けた。押し進め。いい感じ。お願いします。助けてください。助けてください。助けろ。このままじゃ君に殺される。ある夜、父は腹を空かせた賊を木に吊るして罰したの。それとどこにサインがあるという。
やはり戻ったか、侍。霊薬を受け取ったのだろう。あれは勇士への鼻向け。樹脂となりうる者にのみ送られる。俺を樹脂にする。それが望みか。お前は生まれ変わりつつある。鼻向けを受け入れ樹脂となり、蒼天を舞う術を身につけるがよい。さなくば俺がこの手で潰してやる。鼻向けだと？呪いなど受け入れん。お前も砦に吊るしてやろう。お前も砦に吊るしてやろう。向けの無駄だ。大高様に下れ。自身になぞなるか。は思わんのか。死をもって償うがいい。鼻向けを無駄にしよって。黙れ、息の無駄だ。幻影は恐ろしさを増し、いずれは死へと至らしめる。なぜ鼻向けを受け入れんのだ。
クンビシュは多くの友を殺した。あいつが報いを受けてよかったよ。たとえあんたが侍だとしてもな。助力があったからだ。大鷹は全て見通していた。それゆえ守りが薄かった。ミスミス釣られ、ことづてを受け取ってしまったか。だがクンビシュは死んで、砦は取り返した。ありがとよ、おかげで戦える。無傷の者は負荷のところへ、残りはここにとどまれ。修繕すれば猛虎兵とて近寄れまい。そうしよう。だがその前にこいつを受け取ってくれ。侍の方がうまく使えそうだ。ああ、礼を言う。気をつけろ、負荷の隠れ家で会おう。その後に抜き出すし、息のクロードだとさ。本物のクロード様だったら百人力だ。これで俺らも助かる。志村のジジイを肩に乗せたまま猛虎の奴らを何千と切ったって聞いたよ。何さ、その噂誠ではないぞ。何言ってんだ、クロード様の噂を知らないのか。俺がその噂のクロードだ。ああそうかい。クロード様に礼をしたいなら、備え物がありがたいんだとさ。かつて木田触れがあった場所、その北東にあのお方の野営があるんだ。食い物だったらうまい酒か泡がいいって話だよ。覚えておこう。願いを聞いてくださるかな。聞くだけじゃダメ、答えてもらわなきゃ。
誰がクロードを偽っておる。クロードの野営だな。飲み干しておる。まだぬくい。奴はここで何かを見ておった。待つとするか、戻ってくるはずだ。村の後に誰かおる。賊だ。あれが息のクロード。酒を盗むつもりか。ただの盗人ではないか。手際が、なんと。さあ、どこへ逃げる？追いかけるか。正体を暴いて。息のクロードよ、後を残したかな。あった。愚かな。クロード様に懲らしめてもらうぞ。やめよ。クロードに用がある。島の半分が探してる。だがこいつは渡さんぜ。こいつには大きな借りがあるんだ。こちらにもな。一日だけだぞ。それ以上待つつもりはないからな。してお前が噂のクロードなのだな。あ、いえいえ、俺はただクロード様に仕えてるものです。息を守るため日夜励んでたんですが、ある日キツネビ島に襲われ、クロード様が捕虜に。どこに運ばれた？野営です。ここから西の一日でお助けしないと。いや、お前は残れ。俺が代わりに行く。クロードに聞きたいこともあるからな。見つかっておるぞ。なぶられておるだけだ。いずれ見つかる。父という過ちの匂いを放っておるからな。黙れ。今のそちらの精鋭を出せ。さあ早く地平道を吐いて。
か。逃げろ。クロードを殺せ。待たせたな。お前。は、堺様。ここから出して。クロードだと偽っておったのか。敬意の証です。何を。なぜお前だと気づけなかった。ごめんなさい堺様。猛虎だらけで対馬は怖かったんです。そしたら壱岐の船乗りが本土に渡るって聞きましてね、つい来ちゃいました。別れも告げずにか。忙しそうでしたから。ではなぜ本土に行かず壱岐に留まっておる。船に忍び込んだことが暴かれまして、壱岐で行き詰まってたら島の悪い連中に襲われたんですよ。あいつら強盗だ。何かしでかしたな。金を少し借りて古い酒を売ってみただけ。今や島の半分から憎まれ、もう半分から金を借りておるということだな。違うか。お見事。クロードだと偽ったわけは。憎まれてるからです。でも偽れば皆の励みになりますし、ならず者を騙せばついでに。悠々と本土へ渡れるな。ほら損がない。好きにしろ、自ら撒いた種だ。クロード様なら助けるところでしょ。動くでない。腕が動きません。動かせ。野営まで送ってやるが、あとは知らん。では壱岐のクロード、力を尽くせ。待って待って、置き去りなんてひどい。島中から狙われてるんですよ。手下を頼ればよい。フグのこと、生きてます？お前のせいで殺されかけておったがな。ただの漁師なんです。どうにかしなくちゃ。フグを見つけてくれたら一生堺様に頼りません。近くにおるはずだ。実は落ち合う場所を決めてあるんです、万一のために。案内しろ。対馬にいらっしゃると思ってたのに、どうして壱岐なんかに。幾とせも前に父上と来たことがある。それきりであったが、壱岐についての噂を聞き捨てることはできなかった。その噂知りたかった。壱岐に猛虎はいないって聞いてたばっかりに。フグのことだが、いかにそそのかしてあやつを引き込んだのだ。壱岐に渡る船が猛虎に沈められて溺れ死になったところを助けられたんです。それ以来懐かれちまいまして。誰からも好かれるのだな。天性ってやつです。ご無事だったんですね。クロード様の改姓だ。クロード様と呼ぶのはよしなさい。これからはケンジ。クロード様はこちら。ああ、合点です。あ、ドクジャって男からことづてが。今言うな。博多の角ドクジャと悶着が。ドクジャが例の船乗り、本土へ船を出すっていうから、こっそり乗り込んだら気づかれちゃいました。生きたまま島を出るには金を払わなくてはならないんですよ。独者に話をつけねばな。助けてくれます？尻拭いをするつもりはない。だが侍から逃げ回っているという独者には会っておきたい。
あの馬はどうした？ミオは百戦の方として預けてあります。無事だといいけど。毒蛇は叔父上から追われておる身、船で腕を切られなかっただけありがたく思え。切られかけましたよ、別のところを。でも本土への船に乗せてもらえるんです。ミオを百戦の方にして、あとは船代を払うだけ。いいねの10倍をね。言っときますが、毒蛇はあっしらのような男を嫌うんです。というと？だから、業の者。おかしいです。いや、とにかく毒蛇を怒らせるのは禁物。面倒はたくさんなので。フグは待ってろ。はい。あ、ケンジ様。おい、明日、息のクロードだ。毒蛇に会いに来たぞ。ケンジ、勇むな。食べんも控えろ。あしが食べん。金はどうした？お主が博多の角毒蛇か。ケンジ、こいつは誰だ？友です。酒井仁様。酒井、父子と手合わせしたことがあったな。あれ以来小指が動かなくなっちまってる。死んで当然の男だった。父上の敵が俺の敵とは限らぬ。そうだな。恨みつらみは商いの邪魔でしかない。それで侍が俺に何の用だ？ケンジから事の次第を聞いた。こやつは悔いておる。そうです。足は底抜けにアホなんです。お主に金を借りたそうだな。千金をな。駆け引きは無駄だ。聞く耳は持たんぞ。千金を望むなら一とせほど待つことになるぞ。俺は構わない。まことか？今払ってもよい。欲しくないか？猛虎から逃げるために。ただし額を減らせ。これで手を打て。お主とて賢治が死なずに全て払えるとは思うまい。ひどい。小賢しいとも思ったな、賢治。ここは一つ手を取り合おうじゃないか。酒井様、実は太田家族に海図を盗まれちまってな。唐国との抜け荷の海路が記されてるもんだ。それに本土への道もだろう。ああ、そうだ。猛虎に読み解かれでもしたら鎌倉の水軍の弱みを握られることになる。それは不安がいっぱい。では我らで取り戻す。だが本土へは賢治も乗せて行け。ああ、お安い御用だ。賢治に気をつけな。油断すると厄介事を運んでくるぞ。肝を冷やしましたよ。毒蛇の信用は得た。荷を取り返すぞ。あ、賊に縛られた時どっか痛めたみたい。盗みはフグに任せて、足は休んだ方がいいかも。ただの漁師なのだろう。恩人のな。ええ、まあ、クロードとして働くならば人を頼るでない。人を助けようと思え。己はこの地で死ぬ。己が父のように。酒井の名はこの世から消え失せる。無益な一生であったの。黙れ。武家同士のいさかいを幾度となく叔父上と収めてきたからな。嫌になりそう。時にはな。だが慎んで言葉を選べば刃に勝る鋭さになる。
番兵の数が多いな。あっしがここに残ります。何かあれば合図を出します。とりか、そうだ、猿の真似。しНэг юм харсын та. Би тэрний карцсан. Учоо тарта. Боссон байлгүй дээ. Зам бид. Чи харав уу? Юу вэ? Тише. Хан. Юуч болсон? Дэр. Тэд эннээс мултар чадлаа. Харахгүй байна. Тэр мун байж таарлаа. じゃの改造を見つけた。これでよし。ありました。ああ、行くぞ。仲間を連れ戻す。間に合ったか。よくやった。全てあるな。しばらく海路を調べさせてくれ。それから出立だ。あしらの前に着いた人は？ん？乗せてやったが船はもういっぱいだ。余計な荷を捨てたとしてもせいぜいあと一人分ってとこだな。ケンジ、備えは？もう立ちます。時期だ。あとはお前だけ。仕事ができて楽しかったぜ。
あんたとな。俺もだ。本当に乗らない？酒樽に隠れちゃえばいいんですよ。酒井様はお尻が小さいですし、油でも塗れば。遠慮する。まだやることがあるのだ。ではこれでお別れですね。うまい酒を取っておいてくれ。またいつか共に飲もう。喜んで。フグ、何か忘れ物ですか？あっしの両親をね。恩返しがまだだった。船に乗れ。でもケンジ様、早く行け。代わりにあっしが乗るぞ。よく心を決めたな。あっしは何とでもなりますから。でもフグはそうじゃない。これでいいんです。もしやあっしとお別れできると思っちまいました？逃げられなかったな。一杯飲みますか。息のクロードに。その名は忘れちゃいましょう。侍どもが持ってたもんに似てるぞ。俺たちが追い払った侍どもかね。